今日は、うん、ニットに合う、うん、ゆる今日ははい こんにちは。こんにちは。渡辺です。美咲です。はい、今日も始まりました。はい、美咲の部屋です。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、はい、今日は、うん、ニットに合う、うん、ゆる今日は、はい、ニットに合う、はい、ゆるかわいいお団子アレンジです。うん、あ、びっくりした今ローラかな思って。はい、はい、なるほどね。それを今日はやっていくってことでね。はい、やっていきます。今日はちょっと腕痩せもあるかもしれないっていう、はい、はい、準備もしっかり、ヘアアレンジエクササイズも一緒にやっていきたいと思います。イエス。ヘアオイルをワンプッシュ出して毛先から順に伸ばしていきます。しっかりと表面までつけていきます。ほくれ毛を前髪の横ともみあげの部分を下ろしておきます。後ろで3等分に分けます。三つ編みを作っていきます。こっち側の髪の毛をこっち側に、こっち側の髪の毛をこっち側に、これを3回繰り返していきます。こっち側の髪の毛をこっちに、こっち側の髪の毛をこっちに、ラストもう一度こっち側の髪の毛をこっち側に、こっち側の髪の毛をこっち側に編んでいきます。この三つ編みを作るときに大げさに左右に手を動かして腕のエクササイズをやっていきましょう。編んだ三つ編みを折り込んでお団子状にまとめていきます。この状態で毛先を下から上に巻きつけていきます。上からゴムで結んでいきます。お団子がだるんとしてしまっていると思うので持ち上げて形を整えていきます。ここのお団子部分と根元の部分をクリップタイプのヘアクセで留めていきます。お団子の部分を押さえてここのペタッとしている部分を少しボリュームを出していきます。しっかりとお団子が留まっていれば完成です。はい、ということでお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい、どういう方におすすめ？結構崩す工程も少ないですし、うん、パパッとできちゃうので、まあ、忙しいママさんだったりとか、うん、ちょっと朝に時間がない方でもできるんじゃないかなと思います。巻かなくてもいいよね。巻かなくてもそのままできるっていう感じかなと思うので、はい、まあ髪の毛の量がちょっと少なめの方、猫系の方とかでもやっぱこう三つ編みすることによってボリュームも出るし、でさっき言ってたこうエクササイズがちょっとあるんですよ最近、はい、僕らのやつは。あの後ろでこうねよくこう手を動かす方がこの上腕二頭筋とかなんかあのちょっとすいませんあれなんですけど、あの知り合いのトレーナーさんから聞いたんですけど、やっぱこう動かすことによってやっぱ結構効くって言ってたんで、なので後ろでちょっと三つ編みするとだいぶ効くよね。そうですね、結構こう肘開いて、うん、後ろでこう動かしてあげるとより効くってね、はい、なってるので、うん、自宅にいながら合間でエクササイズ。いや分からへん。うまくまとまります。そうでもできると思うので、まあなんかそういった部分もね、今後は、出していきたいかなと思っておりますので、はい、ちょっとね皆さんこう冬なんで、はい、あんまりねこう洋服で隠してるかなと思うんですけど、今の時期こそちょっとねこういう風に運動がてら
ヘアアレンジをやってもいいかなと思いますので、ぜひよかったら参考にしてみてください。お願いします。はいはい、じゃあこの動画良かったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。